僕が喋る動画は再生速度2倍がおすすめ。どうも土パフォーマンスです。今日の動画はすごい。車はなんとこちらでございます。ファントム8、一番新しいファントムで、さらにオイルベースが長いロングでございます。 EWB 合ってますか？はい、はい、こちらを紹介したいところなんですけど、僕紹介する知識も話術もないんで、ただちょっといじくり回すっていう、そういう動画にしたいと思います。見てくださってる方の代わりにこの車がどうなってるのかちょっといろいろいじりたいと思います。でオーナーさんがなんか好きに動画撮っていいよっていうことなんで、はい、ちょっとどういう経過わけがわからないですけど、ちょっといろいろ見たり触ったりしてみたいと思います。ちょっと外観からちょっと見てみようかな。ナンバーはプレミアム、そうナンバーがねこれちょっとわけがわかんないんです。僕よく動画でちょっとこうバブってる車とかビバリーヒルズじゃんって言うんですけど、リアルビバリーヒルズでございました。ロールスロイスビバリーヒルズっていう、Google ストリートビューでどこにあるのか確認しちゃったよね、はい、ビバリーヒルズの真ん中にありました、ね、はい、そしてボディカラーがやばい、これ茶色？金色？金色すげえな、これこれはどうなってるんでしょうか。で一応この辺はまあ US 並行というかアメリカ仕様の、はい、マーカーとかついて、そして長いボンネットまでが遠い。これいくつだ、6メーター？いや、切るぐらい。6メーターちょいないぐらい。はい。先代の方がちょっと深い。はい。すごい。もうなんかイメージで言うと2トン車ぐらい。そういう感じ。すごい。お、これでもやばい。すげえ。前に立ってこのボンネットの厚みがこれだから。やばい。そしてこうライトすげえシュッとしてるね、結構なんです。はい。めちゃくちゃかっこいい。でグリル、ファントムグリルめちゃくちゃかっこいいと思うんですよね、僕。こういう向きでこうピンがあるから、こっちちょっと斜めで見たときに、こう右と左でこうグリルの表情が全然違うっていう。こっちすごく細かく見えて、こっちが入ってるように見えて、めちゃくちゃ立体感があるグリルです。そしてこうメッキって結構高級車でよく使われるけど、一歩間違えるとちょっとこう逆に安っぽく見えちゃうんですけど、ロールスのメッキはすごい、めちゃくちゃ金持ちです。そしてこのなんだっけ、フライングレディ、はい、後ろにしまうやつ、すごい。これもう訳が分かりません。オイルってこれ何インチの高級で、22で、これセンターキャップ回らないやつでしょ。回らないです。すげえ。すごいことになっております。オイルが小さく見えますか？ちっちゃく見えるよね。もうなんか18とかやるか19インチぐらいに感じちゃうぐらい。え、これ車外ホイール履くと24とか？知らないですかね。あんまり見たことない。そうだよ。なんかだってもうこの辺のこうサイズ感もおかしいもんなのか。窓枠のサイズ感とか。急行は、あ、意外に普通でございます。ガススタとかで働いててもこんなにガソリン出んのやだわ、俺やだよ。すごいね、なんかもうとにかくなんかもう厚みが半端じゃない。確かにボンネットもそのキャビンの部分も、でも意外に横幅はそんなにない感じ。今2メーター超えてますよ。あ、2メーター超えてんだ、超えてます。あ、こういうボディラインだから真後ろに立つとそう感じないだけで。フェンダー結構出てます。あ、そうだね。そうだね。すごいね、これ。すごい。もうこのツートンのこの組み合わせがもうすごいね。はい。そして今回ちょっとこれ特別に中も見ていいみたいなんで、ちょっと見てみたいと思います。で、鍵なくちゃうとか危な、まず鍵がすごいです。鍵がなんとレザー張りっていう、なんか番号がついてるから隠してみましょう。レザー張りのキーで、こんなキーなんですね。なんかちょっとアストンの鍵っぽい。これじゃなかったっけ、ビームの鍵も思いっきり。これなんか先っぽクリスタルだったりするとアストンっぽくなる。あ、そうです。これも進化しましたよ。あ、そうなんだ。もうまず使い方がよくわかんないけど、
普通に開け閉めトランクでいいのかな、はい、もう謎です僕には、はい、ちょっといろいろ中も見てみたいと思います。すごいじゃーん、すげー、もうなんかヒップホップの PV でしか見たことないよこんな内装。すっげー、わけはわかりません。もうなんか全てウッドとカラーレザーとクロームっていう、プラスチックがないですね。プラスチックないね。うわー、すげー、やばい。そして定番の傘と、傘これ一回押すの、いやボタンが下にあって、うん、わあすごい、ちょっとあんまり触らないでしょ。傘がしまわれてるっていう、ダメだよこれ、ドア閉めたままこれ閉めちゃう、傘このまま閉めちゃダメですよ、気をつけてくださいちゃんと。もう大体ね、だってカーペットがなんかもう家カーペットの品質、そしてマットが高くないこれ。下になんかあります、下なんかあるね、何これ何これ、あフットレストなんすかね、これも多分電動だね、なんかすごい、だってマットの厚みやばくないこれ俺んちの布団ぐらいあるよ、すげえ。そして全部もう大体ね、あの後ろの座席と前の座席の距離感がおかしい。ちょっとね、ちょ GoPro いらなかったこれ、スペース的に普通脱ぎます僕、はい、わーわー、前澤優作すげー、 前澤さんでさえ前バッハさん、あそっか、その上をやべーこれすごい。もうなんかウッドとかもなんか、あこういうウッドあるよねっていうウッドじゃないよね、もう、そう。そして上はこのスターライトヘッドライナー、オプションでとてつもない金額の、しかもパンチング、あパンチングでこのパンチングの穴から出てるの、そうですね、ファイバーが光ファイバーみたいな、あやっぱりねここあったスイッチが、こうスイッチがございました。これポチ、わあ足がそうやって使うんですか、うわあ分速だけどすごーい。しかもこれドア自動なんだよね、ここでこの C ピラーが、C ピラーの前のここにあの全部ついてございます。ちょっと閉めますよ。わー、すげえ。開けるのはこれ電動じゃ開かないんだ。すげえ開けろ。すごいです。ここでカーテンが左右と後ろと。すごい車。もうだってこの本当にねこの後ろの距離感おかしいよ。いやいやいや、ブラバス行ってプルマンとか乗ったけど、なんかそのぐらいの距離感。なんかレンジのロングとか。S のロングとか気にならない、気にならないね、もうだって僕の長い足でも届かないもん、分速だけでも。これ絶対炎上するんだろうな、そんな靴下で乗るんじゃねえっつって。これどうやったんすか、ここのボタン、このボタンなの、詳しいね、 A カメラが。わさっき、すげえ、しかもこれモニターかなんかついてる、どういうこと、モニターでなんかできんじゃないですか、こっちかな、わわ、なんかすげえこれ見てこれ何これ、あこれ、わあすげえやべえ、すごい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 、この中とかも全部ウッド止めっきだよ、わあすげえ。冷蔵庫あるんじゃないですか、なんだろう、すげえ、わ冷蔵庫だ、うわすげえ。え、これグラスがここでできるんですよ。じゃないですかね。もうホテルじゃん。
これはねちょっとビバリーヒルズナンバー枠で乗った方がいいわ本当に引っ張っていく反対あ電動じゃないんだこれはさすがにわあすげえだって照明とかもだって埋め込まれてるもん修理費が怖いっす、何これ本当だよ、ね、あこれスターライトヘッドライナー明るさとかもちょっとできるあそうだねそうだねそうだねえだってシートレールとかもメッキでする必要があるやばいっすやべえ何これすごーいえこれガラスなのガラスが埋め込まれたああそういうことその中のトリムをいろいろ選べるはずなのもう向こうまで繋がる一枚ものガラスなのそうっすけどこのウッドもやばいねだって昔220かなんかこういう細長い弓なりのウッドがこうトリムついてんだけど、はい、あれでも何十万円とかだ、これ多分下手したら3桁いくんじゃないの何これ何これどうだこうなってんのピカピカっすよピカピカだねうわこれやばいねすごいなんかねサイズ感がおかしい小人になった気がする子供になったみたいなんか全てがでかいこれすごいなすごいバイザーとかもだって全部ステッチが入ってるレザーのバイザーってあるよはいステッチが全部入ってるでベース全部メッキしかもプラスチックじゃなくてちゃんと全部金属これはプラスチックこのプラスチックえでもこれ金属だよ金属だよいや分かんないプラスチックかなすげえ足もやばいねこれすごいで前のドアもちゃんとこれここのボタンで閉まるので閉めていい、はいそうそう見ないよ俺初めて見たあ、ボディカバー死体じゃないですよ表なんつってすげえ。あ、でもストランクはそんなになんだ言うほどだ冷蔵庫とかあるからじゃないあーなるほどねイメージ的にはなんかなんだっけベントレーブラインドスパーとかあのぐらいのスペースの気がするちょっと奥行き広いかなでもなんか この辺のサイズ感とかはフラングスパーくらいゴルフバッグ入らないですね縦に行くんじゃんあそう横はここ使えば入りそうだけど S とかのロングも冷蔵庫つけると短くなります、ね、あそうなんだやっぱりそこが圧迫されちゃうんだあマニュアルも同じレザーでやばいえじゃあこういうマニュアルも何お客さんからオーダーを受けて内装を作るときにこれ一緒に作るのじゃないそうだよね自称じゃんこういうの全部刺繍だよすげえこれはちょっとド級だわだって全部貼ったんだよあでもこのボタンは BM と思うああそうだね BM だでもちゃんと形がファントムの形になってるだからもうなんかさBM 系の車ってやっぱりあここ BM じゃんっていうの結構あるけど、はい、この車結構探さないとないねそうですねすごいあこれ職人が手で入れてるライン、はい、あちなみに前回自分が東京店で行った時にカリナン説明したじゃないですか あれボンドボディの手書きらしいです本当にってブログに書いてあるんですよいやいやラインがわーやっぱりねボンネットはね2回引きだったうわすげえ何これ何これ V12 やっぱりでもなんかこのエンジンルームのサイズ感は割とちっちゃめだねそうですねすげえちっちゃく見えてるだけじゃないそうか比較対象がおかしいからでもなんかおかしいもんだって言ったら何これついにじゃあちょっとエンジンかけてみていいですかはいWe'll be right back.
ないですよ、エンジンがかかったかどうか。本当に、はい、これね、ドアさっき閉めたけどすげえ静か。そしてなんかこうないもん、振動がほぼ。このおしゃれね、これ。ああ、でもメーターとかなんか意外にシンプルっていうか、あれじゃん、デジタルですね。デジタルじゃん、液晶じゃん。ロールスといえばこのパワーが何パーセントってやつですよ。え、どこ、アクセル踏んでないから今 100% のパワーが残ってますってことで、踏んでいけば踏んでいくだけこれが半時計回りに。はあ、じゃあ全開加速中は0パーなんだ。0パーです。へえ、すげえ。あ、すごい、ちょっと見て、俺これだけ欲しい。シガーの蓋が透明これだけ欲しいです。微妙じゃない、レッドルの高級感。まあまあそうだけど、すごくない、こんなまで作り直すの。すげえ。ハンドルとか意外にシンプルなんだね。そうですね。これ一つダメポイント言っていいですか。でしょうか。ここがクラシック。ああ、しかもこれ BM と形一緒だ。ああ、確かにね。ポルシェオプションでここレザーにできます。あ、そうなんだ。じゃあここはマンソリーでお願いして。はい、確かにこれあれだ。BM と同じ形してる。でもこのレバーとか全部 BM と違うから。そうですね。どうな、何がどのスイッチか。あ、開いた。あ、そうやって開けるんですか。へぇ、開いたって。このだってエアコンの風止めるのとか全部これ。でもこれベントレーとかとなんか手触りいってるのかもしれない。ロア。ロア。あ、入った。出た。こんな車もあるんだなっていうのをお届けできたらいいんじゃないかなと思います。この車にお乗りの方は結構ボンドグループやったことは多分ね、さすがに多分ないと思うけど、あのエアロパーツとか、タイホイールとかあるんだよね、マンソリーとか、まあ、ファントム7はもう何台も有効しますから、うん、7はもう結構ね、うちの方で何台も触らせてもらってるんで、もしこういうお車のお乗りでもっとこう個性的にカスタマイズしたいとかっていうのがあればできますんで、ぜひお問い合わせください。というわけで、ツッチーパフォーマンスがファントム8をいじくりますっていう、そういう動画でございました。最後までご視聴ありがとうございました。